これから大人になる君にどう書き入れてほしいんだ。不器用なりに生きてきた。こんな僕が大人になるまでの昔話も憧れてたテレビのヒーローは自分には関係ないとずっと言い聞かせてたんだ。叶わないと知ってしまうのが怖かったから、それでも背中を押してくれた手は忘れないよ。愛の時教えてもらった言葉やこの想いでここまで歩いてこれたから、次は背中を押す番だ。あのヒーローのようにあの日そうしてくれたのに。だから君を